暑い。暑いし、なんかもう気候です。軽トラの冷房が多分効かない。だよね。あの風は出るけれども。なんか温風が来ない。そうなんですよ。やばいね。で昨日扇風機じゃなくて窓開けたら、うん、蜂が入ってくるという。最近気候が多いな。あ、すごい、作って立ち上がった。はい、この子たちを、日なしの方に移動します。はい、22番でした。1羽だと寂しいらしいので、3羽同時に連れてってあげます。ピヨピヨ20番、21番、22番、はい、よし、行くぞ。リオちゃんたち、はい、暑いので、暑いし、視界が、まだ明るいのにね。はい、さて、ポケモンの世界へレッツゴー。しぃ、足つぼだ。出ております。暑い。冷房してる。ぶっ壊れてる。あ、でもちょっとだけね。気持ち、気持ち涼しい。気が悪いだけ。おかしいな。伸びてる。子が伸びてる。ああやってみんな溶けていくんだ。今日は人も溶けます。めっちゃ溶けちゃう。ぐてーんって。誰も来ないです。暑い。暑さはとりあえず今日もね。そうだね。何してもやばい。暑いね。広げてどこが5月なんだ。なんか中学生とか、うん、体育の授業でぶっ倒れてるらしいですね。あ、なんか昨日も野球のグラウンドで少年野球か社会人か分かんないけど野球やってて、うん、死んじゃうよって僕から思ってました。野球とか熱そうだよね。何みたいなの着てみる。あ、確かに。ほい。あ、静かに待ってる。よいしょ。快適ですね、ここは。うん、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 う
ですね。はい、先住ダチョウが立ってるっていうか、その半身起こしてあんまり何も見えないけどね、みんなにはね。そんだけつける？まあ、あり。それでは、皆さん太陽がつきます。てか明るい。はい、はい、新しいひなちゃんを出します。20番ちゃん、はい、かわいいね。21番ちゃん、でかいな。かわいいね。かわいいね。はい、かわいいね。さあ、仲良くいるんだよ、先輩より。先輩、2週間の先輩。先輩が怯えている。先輩が、スープで怯えている。せっかく一人部屋だったのにっていう感じかな。泣いている、なんかに。先輩が怯えてどうするんでしょうか。テッとしてる。いいぞ、早いぞ。もう餌食べんのか、お前。逃げる、逃げる。先輩つけて、怖い。もう先輩のすぐ後ろに。すごいぞ、20番。もう歩く。あら。だそう。先輩、暑いのもしかして。というわけでもない。20分。うん。すごい。かわいい。先輩、座りました。先輩から吹かすことはないでしょう。なぜならこの子たちの方が自由に動けるから。はい、先輩にアタック。ビビる先輩。落ちないね。頑張ってください。先輩もみんなに感化されて立ちなさい。そうだね。あっちの先輩がひょろひょろ泣いてますけど。あまりないよ。そうはい、ということで、うん、皆さんへの移動でした。バイバイ。バイバイ。また新たな。